ひょっとしてこれってちょっとヤバくない？ここから逃げなきゃ。かわいいですか。全然でもね、申し訳ない。緊張感がないわ。ないわ。やべえやべえって感じじゃないわ。なんかあっけなくラプソン倒しちゃいましたよね。うん。あれあれって感じだと思うんですけど、皆さんにとっては。さあ、またぐるっと3周すんのかな？これは。逆回りじゃないとダメとかあったら嫌だから、逆回りします。北方からってことですね。これを撮ってるときに、今上がってんのが、いくつだろう、パート。お。お。お。あれだ。中ボス戦みたいなやつだ。あ、こんなイベントあったかな。主人公素手なんだよな、今な。貯める、タンバリン、貯める、実は、ゲルダさん攻撃力高かった。100まで行くと強いのをさっき知った。20。あ、待った。こういう相手に対してはあれなのかな？ランドインパクトのある主人公じゃなくてモリーさんもいいのかな？受け取ります。ありがとうございます。50まで来る。これ、ワンチャン次、全員で攻めてもいい？主人公に、あー、ここはいいか。早いで。道具、英雄の槍装備つけて。そうですね。雷光、サミダレ好きからの、タンバリンからの、扇の舞からの、ランドインパクトで、全員で攻めます。オッケー。お、強っ！モリ素晴らしいね。あ、全然弱かった。あ、なんだ、魔物の群れじゃん。よく見たら。盗賊の腰身の錬金素材だ。モリ強いな。モリほんと今回やばいな。モリ押していくわ。うん。モリおすすめ。逆に、あれか。逆にっていうのも変か。シンボルがなくなりましたね。これまたいいのかな？ 3 周ぐるっと回るんで。何も変わってない気するけど。あ、変わってるね。付け変更したね。あれ？してないっけ？あれ？これも後ろ振り返っちゃいけないやつだと思うんだけどな。あ、大丈夫そう。うん、戻ったわ。ここ回復できるかな？あ、やった！してくれた。これいいのかな？ここで戻っちゃって。どうなんだろう。あ、行き止まりだ。じゃあもう一周だね。あ、だいぶ変わってない？毒沼なくなってるもんね。あ、合ってるね。これで正解ですね。よかったよかった。道中宝箱とこうとかがあるとちょっと焦るよな。やべやべ、ここ入んなきゃみたいになるから。なくてよかった。これあんのかな。はーい、帰ってこれました。お。お？あったな、こんなやつ。あったあった。ジェシカ、主人公、ヤンガス、ククール。そっか、モリーとゲルダはさすがにいないか。貯める。ん、タンバリン、貯める。モリエール、自分。多分、ランドインパクトがすごい効くから。50まで上がれ。おし、ナイス。モリーは自分で貯めるやるより、モリエールやった方がいいんだな。バギクロス。マヒャド。マヒャド？マヒャド？ヒャド？ヒャドだからマヒャドかな？ん？マヒャド？マヒャド？まあ、いっか、どっちでも伝わるよな。
適当すいません。まあでも伝われば OK。ランドインパクト。お、来た。モリーの100初めて見るよね。あ、なんかいまいち。多分それは服装のせいだな。ドン、これいいダメージ入るだろう。みんな800くらい。ほら、強っ。これも魔物の群れなんだな。どういう魔物なんだろう。まあいいか。動く石像的なノリなのかな。物質系なんだろうね、きっとね。リルエミトで出たいよ。まあでもやっても意味ないからね。意味ないって分かってるからやんないけど。これ道順分かんないなぁ。てかここカットでいいんじゃねー思った。おーおーおー。なんだ、要所要所に敵がいる感じか。でもこれも多分魔物の群れ系統でしょ。シャーク魔獣。もう強そう。溜める。タンバリン。溜める。これはランドインパクトで行くよりは、グループだからな。どっちかな。サミダレも、なぎ払いってやつがあったはずだな。あ、強い。通常攻撃が普通に強い。50K。メホマ撃ちたいところでもあるけど、ここは攻めましょうか。なぎ払い。シュー、ジェシカはタンバリ。これ、水系だよね、多分ね。ちょっとやってみようぜ。ランドインパクト。おお。でも20、どうなんだろう、水系だったかよくわからん。テンション溜まってるから。おお、激しい炎。投げ払う前に倒しちゃうよね、これ多分ね。投げ払えなかったね。一体だけだったから。ここでレベルアップ。振っちゃうか。アゲハランブ。じゃあまた何かあるまでカットしちゃいまーす。お。うお、ピーカみたいなやつ出てきそう。うわー、でかピーカよりロボットロボットしてるな。こいつは強そうですね。あ、ボス戦 BGM に変わった。じゃあ、ここはあれしていきましょうか。このパターンでいきましょうか。ボス戦とみなして戦たいと思います。溜める。タンバリン。やっぱタンバリン強いわ。溜める。そしてモリエール。アゲハランブ見てみたいよね。凍てつく波動あるかなー。てかこれ、あれがやばそう。通常攻撃がすごく強そう。お、溜まった。100まで。一気に溜まった。これ一旦で100まで溜まる。このシステムやばいな。これ強いよね。モリーが相当強い。これもう凍てつく波動があろうがなかろうがって話だ。あ、一回ためなんで、一回攻撃なんですね。了解。来た。アギハランブ。敵全体に襲いかかる蝶の舞。そっか。モリエール自分自身20から一気に100まで上がることはないのかな。
アゲハランブ。おぉ、1029。強い。通常攻撃。じゃあ、主人公攻めます。道具外す。ちょっと見てみたいじゃん。聖剣好き。主人公の聖剣好き。タンバリン、ベホマ。モリーも50いってるんだよね。だから、じゃあ、そうです。シールドブレイク。いまいち。まあ、やっぱ特殊技プラスアルファだからか。さすがに、攻撃力が乗ってこないか。34しか入んなかったね。なんで？全然弱かったね。装備。そんなもん。そんなもん。ああ、そっか。まあ、そんなもんか。貯める。タンバリン。ああ、いや、ジェシカは、今50溜まってるか。ベホマ、自分自身、森、ああ、攻撃しちゃった。間違えた。結構ヒットポイントありそうだよな。まあ、約2000くらい食らわしますよね。あと2000くらい食らわしたら倒せんのかな。お、2回攻撃パターン。1回かと思いきや。ん？ジェシカな、ん？チハヤなんでたまらない？今 50？ あ、聖剣好きってもしかしてテンション関係なし的な？マジで？ため、タンバリン。ゲルダ回復役に回ってもらって、モリーを貯めます。ゲルダダメで。モリーへ。前が強かったからね。50、いいですね。ベホマ。次はゲルダを攻めに回したいですね。主人公がテンション使い切るんで、ここで。モリーを回復してあげたい。ああ、こうなったら、ベホマズンでいいか、主人公は。ベホマズン、タンバリン、アゲハランブ、モリーエール。お、来た！お、ゲルダさんのスーパーハイテンション状態すごい好き。かっこいいよなぁ。姉子って感じするわ。姉子受け取った。おお、一気に50。おお、これ次のターンで落とせるんじゃない？総員攻撃状態になりそう。みんなで攻め込みそう。あお、このターンで終わるか。暗黒の魔人。オリハルコン。おお。魂はついに最強の力を持つ肉体を手に入れた。時は満ちたり、今こそ
二つの世界を一つに束ねる儀式を行うとき。いでよ我がしもべたち、この卑しき世界の何もかも食らい尽くすがよい。暗黒神ラプソーンは光の世界と闇の世界をつなぐ扉を開いたおかげでようやくこちらの世界に戻れました。しかし闇の世界より多くの悪しき魂がこちらの世界へと送り込まれてしまったようです。このまま捨ておけばこの世界のあらゆる命は悪しき魂によって滅ぼされてしまうでしょう。暗黒神はすでに完全な体を手に入れてしまいました。もはやあのものを封印することなどできません。暗黒神を倒すのです。今となってはあのものを倒し永久に消し去るより他にこの世界を救う方法はないのです。とは言ってもあの暗黒神を打ち滅ぼせる可能性はごくわずかけれど、あなたなら選ばれし特別な血を持つ者である、あなたならば暗黒神にも打ち勝つことができるかもしれません。しかし暗黒神の体は強力な闇の結界により守られています。まずあの結界を打ち破らなければ暗黒神に攻撃することさえままならないでしょう。手を差し出すのです。その笛は山彦の笛。あの闇の結界を破るために私たちはもう一度彼らの力を借りなくてはなりません。かつてあの暗黒神を封印した七人の賢者、彼らの力を私には見えます。暗黒神の復活を再び阻止せんとするかつての賢者たちの大いなる意志が、それは七賢者の聖なる力を宿したオーブとなって世界の各地に現れたようです。その山彦の笛を使い世界に散らばったオーブを見つけ出しひとところに集めるのです。その笛を吹いたとき近くにオーブがあれば笛の音は山彦となって響き渡るでしょう。集めるべきオーブは彼ら賢者の数と同じ7つ。そのすべてを集めたなら再びここに戻ってくるのです。私もこの世界で探さなければならないものがあります。いずれ一度ここを離れます。さあ時間がありません。急ぎなさい。
不死鳥の巫女。トラペッタに。すげえ、教えてくれるんだ。